プロレスリングノアスターナビゲーション20241 1日後楽園ホールプロレスリングノアは11日後楽園ホール大会で心不全のため54歳で亡くなった大相撲の第64代横綱でプロレスラーの明けぼの太郎さんへ追悼セレモニーを行った第1試合前に全選手がリングを囲みリング上で丸藤直道が遺、e、影を抱きワンゼロカウントゴングを捧げた アケボノさんは5年からプロレスラーとして活動。ノアには6年1月22日の日本武道館大会で力王武士と組んで小橋健太、泉田潤と対戦した。